次回の遊び大全51やっていきましょう。さあ前回ね、ブラックジャックをやったので、テキサスポーカーやっていきましょう。もう前回ねブラックジャックで借金まみれになってしまったのでね、手札と場のカードを組み合わせて役を作るポーカーだよ。これが難しいね。大人の遊びね。うん、欧米では最もポピュラーな遊び方なんだって。そうなんだね。普通のポーカーじゃないんだ。同じ数字が2枚、ワンペアか。こうやって役を揃えていくゲームだね。何にも揃ってない。自分の手を教えちゃダメ。そういうのを言っちゃいけないと。いいカードが来ないな。そのあんまいいの揃ってないなってふりをしなきゃいけないんだよね。3枚揃った。これはいいぞ。勝負だ。これで3カード。結構強い手だね。勝負。そんなわけある？あれ、私の勝ち？これが最強の手。同じマークの10、ジャック、クイーン、キング、エースの揃い。ロイヤルストレートフラッシュ？それがロイヤルストレートフラッシュ。それ何？おいおい、それないよ。それないよ。というわけでちょっとやっていきましょう。中断データがありますって言われてるけど、初めからやります。まあちょっと一回やったんだけどね、あまりにも見どころがなかったのでやめました。見どころがなかったね。これはねブラックジャックみたいにね結構無制限にかけられるわけじゃないから。コール、別にいやドロップしてもいいけど弱気すぎるでしょ、それはいくらなんでも。もうベッド、初戦はねとりあえずかける。とりあえずね、一応役の説明とか見てみる。ノーペア、何も揃ってない状態が一番弱い。ワンペア、同じ数字のペアが、2枚が1つ、で2ペアペアが2つある。3カード、同じ数字が3枚、ストレート、数字、続き数字で並ぶ。5、6、7、8、9ってことだね。マークは何でもいい。フラッシュ、同じマークが5枚、フルハウス同じ数字とが、2枚と3枚、だから1ペアと3カードの並びがフルハウスで、4カードは、まあ、同じ数字が4枚、ストレートフラッシュは、同じマークの続き数字、これは強いね。ロイヤルストレートフラッシュは、同じマークの10、ジャック、クイーン、キング、エースのあれ。これは多分順番、強さは順番かな。あんまり詳しくないけど。強さはね、1ペア、2ペア、3カードみたいな感じで、これはもう順番。よし。というわけで、あっちまい間違えた。よし、やっていきましょう。さあ、何にも揃ってないからもう、もう、降ります。あいや。攻めればよかった。いやーマジかよ、悔しいんだけど、めちゃめちゃ悔しい。やればよかったってのつ、あー悔しいな。まあいいや、仕方ない。あんまりドロップする性格じゃないんだけどな。弱気だったね今の。もう諦めた。じゃあコール。いやまあまあまあいい、チップは温存できてる。はあ、いやまあかけよう。降りてくれない。上乗せすんのやめてほしいな。ワンペア、いやワン、このワンペア意味ないんだよね。あい、みんなもワンペアだからこれ。いや、ベッドはしとく。ツーペア。パス。一応、勝負。全員ノーペアだったら、わからん。
出てたのかな俺。さっきもこんな感じだったんだよな。え、なんでそんな下手くそなの？ちゃんと理解しろ。ブラインドベッド。さあかけろお前ら。お、ワンペア来た。レイズ。もうぶっ放すからマジで。来るはず狙えるぞ、レイズ。もう絶対レイズする。よしよしよし。勝てそうな時にスリーカード来た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 。クソざまいのマジで、レイズ。よし、勝てそうな時はもう必ずぶっ放す。いや、ベッドするよ。お前らマジで全部絞り出せよ。俺がディールってこともなんか痛さましてんのかな、もう勝てなすぎて。なんかやばい役とかないよね。いやもう絶対かけるから、お前らマジ絞り出せマジで。これ負けたらやばいぞ。来い。スリーカード。あ、気持ちいい。俺そう、この後全部ドロップしよっかな。戦い降りてね、もうかけ1円もかけないで。それじゃ面白くないか。一応まあ戦いは行くか。よっぽど弱い役じゃなかったら。ノーペア。まあ一応コールだけしとこう。コール。オールイン。コール。まあまあまあね。ああ、ハート。これ、ドロップしておくね。何にも揃う気配なくない？揃ってワンペアとかでしょ。降りるわ。そうだよね、ワンペア。いやー、まあまあまあ、オッケーオッケー。よしよしよし。いよいよ、節約できてるよ。このままドロップすれば勝てるけど、次は降りません。最後の戦いなんでね。さすがに面白くないでしょ。なんで。もう勝てなくていいのかな。いや、パスでいっか。でもとりあえずクイーンがあるってことは、まあ、ロイヤルストレートでフラッシュ狙えるわけだけど。そうはいかんだろう。あ、いや、クイーンのアンペアは強いな。ベッド普通に勝ちにいってるけど大丈夫かなこれ。いや普通にベッドしていいべ。隣との戦いだからな、まあ、ただ。いや、パスで。無駄にお金を減らさない。ああ、しよしよしよし、まあ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 。最後に少しだけ増やして。さあ、勝ちました。いいね。いやただこれ結構難しいね、降りる降りないの駆け引きみたいなのが。1900年代初頭をテキサス州でプレイされたのが最初だったとされてる。なるほど。よし、一戦だけやって終わりでいいのか。もう一戦やるか。もう一戦だけやるか。ちょっと時間長くなっちゃうけど、あんまりね短いと思んないからね。さあ行くぞ。ノーペア、降りてもいいな。まあいいや、コールだけするか。あんま降りるメリットもないしね、ブラインドベッドしちゃってるから。んー、ノーペア、パスかけるなよ。よしよしよし。弱気、あ、パス。みんな弱気やんけ。マジで。いやでもこれね、みんなも誰かが7とか持ってたらもうみんなもストレートはあるからあれなんだよな。いや一応でもかけよう。あんまり弱気でもしょうがないから。
さあどうだな、どうかな、どうだなってなんだよ。ストレート、まあドロー。これはどうなる、山分け、山分け。あーはいはいはい、最初みんな弱気だったからちょっとあれだったけど、まあいいんじゃないですか、少しでも勝ててるなら。そう、参加費を払わなきゃいけない。ノーペア、ノーペアだけど、俺はコールでいいべ。パス、オッケーオッケー。ロイヤルストレートフラッシュ来い。ロイヤルストレートフラッシュは来ないワンペア、ワンペアだったら、まあ、ベッドしてもいいべ。降りてくれる、降りてくれるとありがたいんだよな。いや、ワンペアだけでそんなにかけられない。パス、パスパス、無理無理無理。そう、3のワンペアでそんなにかけないでしょ。2ペア、まあ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 いや、しゃあないしゃあない、その被害は最小限。こんなみみっちいポーカーやってて楽しいか。そろそろ勝負出たくない。勝負出たくないっつってもさ、あれなんだよな、それなりにいい手じゃないと勝負出る意味がないんだよね。いい手になる見込みがあるわけじゃないしな、今この段階で。ストレートは狙えるのか。いや無理だな。ちょベットしてみるか。じゃあ掛け金を大きくしよう。そろそろ、いやこれパスだろう見込みないもんね、マジでじゃベッドで。誰かが鉢持ってたらは、持ってたらあれだけど、中盤かけたからそれなりにもらえる、勝てればいけ。ストレート、しゃあちょっとみみっちいかけ方になってんな、ダメだな。こういうの見えなきゃダメなんでね、ストレートになりそうだなみたいなのがちょっと今見えてなかったから、下手くそだから己が。参加費払って、参加費払うからね、ドロップとかあんましたくないんだけどな。パス、さあ行け。あ、なるほど、いやパス攻められない。19876が来たらストレート、一応じゃあベットしとくか。降りる、一応ワンペアも揃ってるしな来たじゃあ、あ、なるほど、それでもストレートか。あ、なるほど、両面待ちだったんだな、要は。でも来るかな、ストレートストレートが味方になってる、いいね。あ、まあまあ結構みみっちいかけ方してても勝てるんだなっていうそんな、あんなブラックジャックの時はね、結構豪快にかけて借金まみれになっちゃったけど、あんまり豪快にかける必要ないんだなっていう。ノーペア、これもストレートが狙える18だから最後だし、結構大きくかけよう。逆転される可能性は出てきちゃうわけだけど、致し方あるまい。ワンペア87、いやまだ行く、誰も降りない、降りてくれると嬉しいけど、もうちょっと後悔してる、こんなにガンガンかけてて。いやもうオールベッド、オールベッドで行くぞ。よしよし、逃げてくれるライバルが減ったのは嬉しいぜ。2ペア来た、しゃあ
よし、90枚すごい、よっしゃあそのまま出るんかいなんかすげえ役来んのかなと思ったけど、まあ、来ないよな。いいね、結構テキサスポーカーの才能が出始めてきたかもしれない。うん、じゃあね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。テキサスポーカー、まあポーカーとかも結構やってみると楽しいんだよね。うん、相手がさ、なんかいい役揃ってるふり、豚っていう、そのいわゆる何にも役揃ってない状態なのにいい役揃ったふりすんのよ。それが結構楽しいんでね、皆さんもね、トランプ多分家にね、一束はあると思うんでね、ぜひやってみてください。じゃあね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。よければね、チャンネル登録と高評価ボタンの方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それではまた、バイバイ。